今週取れ高ねえよ。おはようございます。今日はですね、兵庫県芦屋にあるホテルに今日から2日間ホテル生活していきたいと思います。そのほんまに駅前でこのリモートワークプランっていうのがね、朝9時からチェックインできるというところがちょっと魅力的だったので、ただもう競馬場周りがホテルがないので、結局ホテルで毎週週末こういう駅前とか繁華街にやっぱ行くので、そう考えると結局やっぱ軽キャンピングカーの方がいいのかなと。梅田も行きましたしね、駐車場選びとかね、狭い道とかも大きいキャンピングカーだと非常に大変なので、完全にキャンピングカーだけだったら大きいキャンピングカーでいいんでしょうけど、競馬予想するときはちゃんとホテルでやりたいっていうのもあるんで、それを考えるとね、まだ大きいのよりなんか軽は軽の良さもあるっていうところをね、今痛感していて非常に悩ましいところです。到着しました。本日から2泊お世話になりますホテル滝園芦屋ホテルになります。どうでしょう、なんかさすが芦屋感出てますね。めちゃくちゃ綺麗だし、ベッドはダブルサイズぐらいですかね。テレビでかっ、これはくつろげますね。で、気に入っているのがこちらのやはりデスク周りですよ。これ多分ね、かなりはかどると思うんですよ。椅子が違うでしょ、ちょっと背もたれと肘掛け両方あるパターンね。これ多分かなり集中できそうで、机もねかなり広いし、余計なものが一切ないと、さすがテレワークプランですね。これ1泊6200円で、しかも芦屋目の前駐車場付きだったらかなりいいんじゃないですか。今回は2泊で込み込みで1万2400円だったんですけど、サービス内容も結構良くてですね、まずこのね、駐車場代がもう駅前なんですけど、もうこちらが無料です。普通に止めると、確か1日2000円とか、もうそういうレベルの場所なんで、普通に止めたらだから2日で4000円ぐらいかかってしまう。それぐらい高級な立地なんですけど、その分が無料になると。あとこちらですね。もともとがなんかお肉屋さんから始まっているホテルだそうなんで、このホテルの中にレストランとか、あと精肉店もあるそうで、そちらのコロッケが無料でいただけるそうです。これもね、ちょっと後で引き換えに行きたいと思います。あと、レストランのね、ドリンクサービス、カレーをね、いただきました。すごいですよね。アパホテルみたいなね、アパカレーみたいな。で、これ、竹園旅館伝承野球カレー。これね、どういうことかというとですね、1階にも野球の関連グッズがかなり飾ってあって、こちらね、実は、読売巨人軍の常宿だそうでして、阪神タイガースとね、どの遠征の時に使うホテルだそうです。芦屋から甲子園球場は結構近いんで、多分そういう立地もあるでしょうし、調べたところですね、読売巨人軍の当時の監督とホテルの、創業者が戦地で生活を共にした仲だということで、なんか涙なしでは語れない仲だったらしくてですね、戦後その後、もう巨人軍はこちらのホテルに泊まるようになったそうです。いやだからね、1階にね、巨人のグッズがね、めちゃくちゃあったんですよ。お、すげえと思って。闘魂込めで、大空へ、ジャイアンツ、巨人軍。というわけでね、全く知らずに来たんですけど、かなり由緒あるホテルだそうで、野球ファンにもちょっと興奮するホテルなんじゃないでしょうか。ランチで2600円も使ってしまいました。この下のね、竹園コロッケのお店あったんで見てきたんですけど、そこでね、このカレーも売ってたんですけど、なんとですね、これ、1080円するそうです。やばいですね。1000円もするんで、今日の宿泊代12400円の中に1000円入ってるんで、いや、実質1000円引きだなと思って、大事に食べましょう。値段を知るとね、ちょっと、恐る恐る、こう、おーみたいな、かなりの高級カレーです。完成しました。いや、これかなりいいですね。もう広いし、多分こんだけ奥行きある机初めてかなっていうぐらい、多分ここに資料置いてパソコン見てモニター見てっていう感じで、いやかなりバッチリこれは仕事できると思います。椅子がちょっと若干高いんで、で机がちょっと低いっていう感じで、この感じでやると結構前かがみになって腰がやられちゃうんで、こうなっちゃうんで、まあ、こういう時にパソコンスタンドがねあれば高さを調整できるんで、まあ、こういう時にねちょっと持ち歩いておくとバッチリの体勢で仕事ができます。でこの上にねちょうどライトもありますんで、机の下がねもう非常に明るい、もう明かりにも困らないっていう感じなんで、いやここはちょっと先週のサンライズホテルも良かったんですけど、いやこちら芦屋のね竹園ホテル結構最高レベルなんじゃないでしょうか。肝心なね Wi-Fi の速度なんですけど、今計測したら 26Mbps、 若干ちょっと遅いかなという感じで、先週のホテルが2秒とかだったんで、ちょっとまた測ってみましょうか。せーの。はい、まあ、約8秒かかりましたね。下で有線もあるっぽいんで、ちょっと下で一旦ね有線LANも借りてどれぐらい変わるのかちょっと検証してみたいと思います。フロントでこちらのねラン姉ちゃん借りてきました。こちらを挿してちょっとどれぐらい速度が上がるか実験してみたいと思います。おーすごい勢いだぞ、すごい勢いだぞこれは。いやおおよそ4倍ぐらいになりましたね。無線かうちの有線かでだいたいネットの速度が3倍以上変わるという結果が出たのでね、まあ、ホテルにね有線がある場合のホテルはぜひ有線借りてもいいと思います。またコンビニでプリントしてきました。チャンネル登録者数をまた軍資金にして今週土日とも阪神競馬場に行こうとは思っているんで、阪神の帯をねちょっと取りに行きたいと思ってます。いやー夏の北海道まで待ちきれないぜ、北海道ポテト。フレッシュネスバーガーですね。ソースが美味しい。ホテル周り散策してきました。今のね花見スポットもパン屋さんとかも全部ホテルの竹園にねホテルのスタッフの手作りで置いてあった地図に書いてあったおすすめのとこなんですよね。最高でしたね。ちょっとホテル戻ってね、じゃあまたゲームでそうしましょう。はいどうも、吉田豊です。東の豊、吉田豊。開けてみましょう。こちらねコロッケね多分2泊したんで2枚もらったんですけど、1個116円、いただいたカレーが1080円だったので、もう実質宿泊料金の中で1200円分ぐらいの特典が入っているんで、いやかなりコスパいいですよね、そう考えると。おー、これが本場のお肉屋さんのコロッケです。いただきます。すごいパリパリ。天ぷらめちゃくちゃうまかったっすね。1000円台でこのクオリティっていう感動がやばいです。ちょっと絶対このホテルからなんか30秒ぐらいなんで、いやー、このホテル来たら絶対また行きますね。天ぷら牧のおすすめです。竹園ホテルさんでの2泊3日が終了しました。いや、結論から言うとね、いや、もう S ランクですね。最高でした。良かった点をね、ちょっといくつか。まずね、このホテル自体が、もう芦屋駅のもうほぼ駅ビルぐらいの勢いの場所にあるので、でもアクセスがまずめちゃくちゃいいと。で、なおかつそれなのに駐車場が無料で、全部提携しているところ、駐車料金は負担してくれます。しかも地下なので、雨の日でも濡れずに、地下から荷物を運ぶことができて、で、エレベーターもすぐの場所にあるんで、いや、荷物をね、運ぶ時にも、こう荷物を運ぶ時ポータブルバッテリーとか重いんで、まあ、かなりねそれも利便性が良かったです。今回2泊で 12,400 円でしたけど、 1,000 円のカレーがついてきたり、116円ぐらいのコロッケがね2個もらえたりとか、いろいろ特典もあったんで、いやかなり割安だなと。正直このクオリティで1泊 6,000 円ぐらいだったら、いやもう全然いいと思いますね。アクセスもいいし、まあ、ただねこの週しか取れなかったので、いやかなり人気だと思います。でしかも今回リモートワークプランっていうので朝9時からチェックインできたので、普通15時とかなんで6時間得してるんで、それだけでもやっぱバンライフしてるとね、チェックインの時間まで結構どうしようっていうことが多いんで、いやそれも良かったですね。いやいいなぁ。なんか巨人の選手がだってもしかしたらここ泊まってたかもしれないんでしょう。それと同じクオリティのホテルに、まあ、知らずに泊まってるっていうね、来たらそうだったっていう感じなんですけど、こっから阪神競馬場も車で20分ちょっとで行けるんで、意外とアクセスは阪神競馬場までもいいんで、ちょっと阪神前はね、いやなるべくこのホテル次からも使いたいんで、まあ、もし遠征がね決まったら早めにこのホテル予約しようかなと思ってます。いやほんまにおすすめです。というわけでホテル竹園さんありがとうございました。絶対また来ます、競馬だったら。こちらなんかね、自前のもう全粒粉で作っている、なんかもう 100% の超こだわったパンだそうです。いただきます。すごい濃厚って感じ、なんか凝縮されてる、一口でかなり広がる感じですね。でまだ8時半を回ったとこなんですけど、こっから競馬場まで本当に30分かかんないぐらいなんで、今から出発しても十分9時過ぎに着くんで、1レースには間に合います。じゃあね、競馬場に向けて出発しましょう。ホテル竹園芦屋を出発してですね、阪神競馬場へ向かいます。いやー、早く競馬場行きてー。阪神競馬場から帰ってきました。今日はね、この競馬場からもう15分ぐらいのところにあります、先週も泊まった森林公園で車中泊させていただこうと思います。あかんかったー、あかんかったー。今日はね、もうそこで早々、まだ5時ですけど、今日の復習してまた明日のねちょっと馬券を検討したいかなと思います。森林公園駐車場に到着しました。先週はねあっち側に止めたんですけど、ちょっとあっち側ねちょっと傾斜がある部分が多いと、トイレがそっちにあるんですけど、そのちょうど対面ですね、こっちの方がまだ平らなので車中泊するにはいいかなと思って、今回こっち側にしてみようと思います。今日の車中飯は兵庫祭りです。こちら1年前ですね、多分もう一周して兵庫県に戻ってきましたけど、道の駅あいおい姫路競馬場に行った時ですねに道の駅で車中泊したんですけど、アヒージョ使ってアヒージョパスタ、まあ、アヒージョなんでちょっとパンが欲しいなということで、こちらね今朝も食べたんですけど、なんかフランスパンみたいなパンを買ってきました。もう匂いがすごいいいんですよ。匂いだけでこんなに食欲をそそるパンってあるんだっていう。おー、たまらん。まあアヒージョにディップしてこれを食べようかなと。相生と芦屋のこちら兵庫グルメ、また車内暑くなると思いますんでね、ポップアップ開けておこうと思います。想像以上に硬い。でこれまたね、このまんまだと長さが入らないので半分に折ります。ああ、まあこうなります毎回。完成しました。相生牡蠣アヒージョと芦屋の全粒粉パン、兵庫グルメを満喫します。これはうまいやろ。牡蠣いただきます。いや、今日荒れまくってたんだけどな。いやー、振り回してボロ負けです。てかもう語るとこもないわ。大波乱を狙うならね、中山11かと思ってて、いや、この逃げ馬、水戸の丸んですよ。いや、これ多分最低人気レベルだと思うんですよね。もう最近も前走だって最下位、その前も最下位。やばいな。え、その前も最下位 ?3 戦連続最下位の馬本命にしてんの俺。どうかしてるぜ。なんですけど、いや、この馬ね、全部ハイペースで負けてるだけなんですよね。いや、水戸の丸はね、まだまだ終わってないんじゃないかなと。で、多分ね、一番人気になりそうなスパイラルノバっていうのが、いや、水戸の丸が残るぐらいの超スローだったら、逆に一番人気のスパイラルノバは折り合いを書いて苦戦するんじゃないかと。この水戸の丸からのスパイラルノバを外した3連単を買おうかなと。すげえな、3戦連続最下位の馬が来たらちょっと、これ天才だな。いや、でもこのレースはちょっと楽しみですね。いや、楽に花生かしてください。絶対うるさいんで耳栓。この2つがあるとね、すごい快適に寝れます。みんなのおやすみなさい。快活クラブ行ってきました。ここから阪神競馬場はね、もう5分ぐらいでまた行けますんで、競馬場の近くの駐車場に停めて、また阪神行ってこようと思います。このバンライフはもう荷物最小限でやってますんで、もうスーツもネクタイも、もうこの1着しかないんですよ。1着ってなんかいいな。縁起いいな。1着しかない。今日もね、もうパドックとね、レースを交互に見て、よし、体制完了だぜ。じゃあね、今日阪神競馬場で、帯茶でまた行っていきたいと思いますんでね、ちょっと本気出していきます。大阪杯行ってきましたー。ポタジェかー。いや、ポタジェね、多分この天皇賞の時取り上げてたと思うんですけど、いや、天皇賞早すぎたかー。買うの早すぎたかー。いや、ちょっとオビチャレはね、フルに使ったんですけど、昨日も話したんですけど、もう3戦連続最下位の8番、水戸のマルーンから買ったんですけど、いや、なんとね、水戸のマルーンが2着まで来てしまうという、頑張りすぎだろうと。いやー、決した1番人気もね、ちゃんと飛んだんですけど、これかなりいいレースでした。ちょっとまたレース映像見れる人は見てください。いやー、来そうだったとか、来てはいるんですけど、やっぱ3連単1点はなかなか当たんない。きつい。今週取れたかねえよ。でね、もう嘆いてたんですけど、この番組でも絶叫した、中山牝馬ステークスの栗のプレミアムの、栗本オーナー。たまたまパドックでお見かけしてね、いや、僕はもう全然面識はないんですけど、もう勇気を振り絞ってね、いや、もう栗のプレミアム感動しましたと。いや、ほんまありがとうございます、みたいな。っていうことをね、お話ししたら、なんとですね、全然面識もないし、一競馬ファンとしてね、あ、もう全然競馬ファンなんですけど、いうこと言ったら、おー、じゃあ、これ、ちょっとおいで、っつって。なんと、こちら、中山牝馬ステークスの、栗のプレミアムクオカードをいただいちゃいました。もう今日実質もうプラス5億円ですよ。もうプライスレスですよ。こんな非売品ですから。やばくないですか。いや、ほんま栗本オーナー、おめでとうございます。いや、もう僕はね、この番組はもう栗の推しでいきますから。あなたは今日で栗の推し、ほらチームびっくりな。こちら栗のプレミアム入れておこうと思います。うおー、かっこいい。いや、栗のプレミアムはね、多分ビクトリアマイルは厳しいかもしれないんですけど、いや、エリザベス女王杯あたりで、ね、多分また穴開けると思うんでね、いや、非常に楽しみです。コーナー4つの1008、2000ぐらいだと結構強いと思うんでね、中山牝馬ステークスはもうフロックじゃないですから、実力なんでね、まだ追いかけた方がいい馬だと思います。今週ね、もう週末なんで、1週間の支出を発表したいと思います。いや、今週はね、結構芦屋に泊まったのもあってですね、結構行きました。こんな感じです。ホテル代が2泊で 12,400 円。こちらはね、もう読売巨人軍の常宿で超高級というかね、歴史のある、由緒あるホテルに泊まって 12,400 円。2泊でですか。で、駐車場代も込み、芦屋の駅前で。なので、これはかなりコスパのいい2泊だったと思います。いや、竹園ホテルね、また絶対行きたいです、ここは。食費が 18,818 円。まあまあ、こちらはまあ平均的ですね。まあ大体いつもこんなもんでしょう。今日も競馬場で馬主さんにご飯ごちそうになったりとか、なんか、赤松さんとかともうご飯おごってもらってるんで、何かとなんか助けられてますね。だからこれをもうちょい、本場行ってますね。ありがとうございます。貴重なお食事、餌いただいてありがとうございます。生かしていただいてます。皆さんね。生活費、お風呂、快活クラブとかに行ったお金が1430円。やっぱガソリンと駐車場代が高いですね。ガソリンが4397円で、あと12097円です。都会になると、どこ止めるにもね、駐車代がかかって、で、車中泊するにも、やはりね、駐車代かかってますんで、競馬場がね、いつも行ってる駐車場が1000円なのに、今日 G1 だからって言って1500円に値上げしてたんですよ。いやー、足元見られてんなと思って。まあでもそこしかないんでね。本体の駐車場が2000円なんで、やっぱ高いんで、まあそこよりは安いからまあいいかーって感じで止めはするんですけど、なんで競馬場の近くの駐車場は、競馬開催日とか G1 の日になると値段が変わりますから、皆さん超気をつけてください。最大料金とかも、下の方に競馬開催日になると、最大料金は適用されませんとかね、もう引っ掛けがあるんで、もう超気をつけてください。というわけでね、やっぱりね、この辺の交通費とかっていうのが、この大阪とかね、尼崎とか、そういう繁華街になるとちょっと高いかなっていう感じで、12,097 円使いました。で、観光費。これはあれですね、その他競馬場で負けたお金です。で、今週1週間で 43,245 円。なので、この計算でいくとね、もう週 43,000 円なんで、もう月にすると16、7万いっちゃうんで、いやー、週2、ホテル、週5、車中泊なんですけど、やっぱ駐車代がね、かかるっていうのがネックですね、兵庫県っていう感じなんで、場所によってバンライフするにも、都会に行けば行くほど値段は上がるんですけど、あ、なんか軽キャンでよかったなってことが多いですね。駐車場のとこ、スペースも軽自動車のとこ止められますし、やっぱ繁華街はね、立体駐車場多いんで、立中も普通に入れるんで、そういう意味では、普通のキャンピングカーとは絶対ありえないんでね、竹園ホテルも地下だったんですけど、地下の駐車場でもこの高さ2メートルないんで、それでギリ入れたっていう感じでもあったんで、ね、逆に軽キャンは都会行った方がいいという選択肢が広がるっていう意味では、軽キャンのね、なんか利便性っていうのを今週関心じた1週間だったと思います。というわけで、来週の桜花賞をもってして、阪神で G1 終わっちゃうんで、次中山にまた移動しようかなと思ってます。また来週桜花賞への1週間始まりますんでね。どこ行こうかな次。また園田競馬行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとなんかもう園田、阪神の繰り返しになってるんですけど、もうほんまに近くに園田と阪神はあるんで、平日園田、週末阪神っていう楽しみ方ができるのが兵庫県の楽しみ方だと思います。というわけでね、いやもう疲れた。マジでこの栗のプレミアムだけが救いですわ。というわけで今週も1週間お疲れ様でした。もう着替えて寝ます。おやすみなさい。